ムブティ族は、アフリカのコンゴの複数のピグミー部族の総称である。人口は3から5万人。言語は、中央スーダン語族、または、バントゥー語群を話す。コンゴ民主共和国の北北東にある7万、平方キロメートルに及ぶイトリの森に住み、狩猟最終社会を築き、15から60人の、比較的小さな社会を作る。 今後の最も古い先住民族の一つである。以下の三つの特徴的な集団がある。エフェ族は、近隣のスーダン系民族の言語、レセ語を話す。スワカン語ムブティ族は、近隣のバントゥ系民族言語、ビラ語の方言を話す。アスワ族は、ムブティ族の中では、唯一独自の言語を持つ民族であり、アスワ語は、 近くのスーダン系言語のマイング別語にとても似ている。ムブティという言葉は、イトゥリの森の中央に住む一民族だけでなく、イトゥリ地方に住むすべてのピグミーを表すように、用いられてきたので紛らわしい。紀元前2500年頃に古代エジプトが、森の民と呼んだ人々が、ムブティ族であると考えられる。今後民主共和国内のイトゥリネッタユリンの一イトゥリ。 熱帯雨林地方では毎年127から180センチメートルの多くの雨が降る。寒気は比較的短く1から2ヶ月である。この森は点在する川や湖のために湿った地域である。ムブティ族に影響を与える生態学的要因がいくつかある。例えば病気は森では多く発生し素早く広まり、人間だけでなく植物や動物。 主要食料源も同様に殺し破壊する。節売が媒介するアフリカ睡眠病は大型哺乳類に限られる。雨が多すぎることで洪水も同様に食料供給を脅かす。ムブティ族は村に住み、家族で一緒に家に住む。寒気の始まりに彼らは村を出て森に入り野営を始める。こうしてムブティ族はより多くの森で資源を集めることができる。 この村人たちは他の集団とは分かれている。彼らの家は小さく円形で短期的なものである。家の建築は地面に家の枠を描くことから始まる。家の壁は強く地面に突き立てた棒であり、上部を鶴で結ぶ。屋根は大きな葉で作られる。ムブティ族は原則的に狩猟採集社会である。彼らはカニや貝、アリ、幼虫、カギュ、豚、 霊陽、猿、魚、蜂蜜、豆科植物、ピーナッツ、ハイビスカス、アマランサス、ウリ科植物等を食べる。野菜は、ヤムイモやエキカ、果物、根、葉、コーラナッツを食べる。狩りでは特に森の獅子を狙うことが知られている。森の獅子から得られる肉は、ネズミの肉と同様に、クーエリ、すなわち食べたものに病気をもたらす悪い肉と考えられている。 しかしそれらは農業を行うバントゥ族の集団との交易では貴重な商品である。森井の獅子をクーエリと定義する伝承もあり、理由は夜行性であることやムブティ族が作った農産物を好んで食べるためである。この伝承はムブティ神話とつながり、モリチョがネゴーグノグンバーの物理的兆候と考えられている。さらに、モリチョが ムブティ族の乳児を夜に食べていたという不確かな報告もある。他の森で得られる食料は空ーでない。ムブティ族は狩りに網や罠、弓矢を用いる。女性や子供たちも時には獲物を網に追い込む手伝いをする。男女教食料採集を行う。それぞれの村が固有の狩り場を持っているが、教会を維持するのは難しい。 バントゥー族の村人とムブティ族は多くの商品を交易で入手する。時には鉄の道具、壺、木製商品、カゴを肉や動物の皮、森で取れるものと交換する。野生動物の肉は特に交換される商品である。仲介人を通して村人と農作物を交換することもある。狩りは男性、女性、子供たちが協力して行う。 女性と子供たちは弓矢を使う狩りには参加しないが、網を使う狩りには参加する。女性の方が網で男性よりも多くの獲物を捕らえることもある。男性が網を守る横で女性と子供たちは動物を網に追い込む。皆が最終に参加し、男女共に子供たちの安全を気にする。女性は料理や掃除、家の修復、水の獲得に責任を持つ。 親類を基準にした組織は食料を得るために協力し、若者を養う。男性にとって、蜂蜜を取るために女性を木に持ち上げることは容易である。ムブティ族は、不形成の血統の仕組みを持ち、結婚後は、夫の家族と共に暮らす。しかし、この仕組みは緩くなってきている。現在、ムブティ族に見られる、家族形態は、各家族のみである。 親戚同士での助け合いも多い。姉妹交換は一般的な結婚の形である。相互交換に基づいて他の村から来た男性は姉妹や他の女性も一緒に連れてくる。ムブティ族の社会では結婚料金は習慣にはなっていない。非公式な結婚式は花婿が花嫁の家族に自分だけで買って殺したカモシカを送る。復婚も行われるが、 集団によって割合は異なり一般的なことでもない。山内明によればムブティ族では母親が息子と親子婚をすることが文化的に応認されていたとされる。ムブティ族の男性が超自然的な力がもたらされるとの話から軍隊の兵士によるメールレープの標的にされている模様という報告がある。 ムブティ族の社会は支配する集団や血統を持たず、政治組織は存在せず、小さな社会構造があるだけである。ムブティ族は平等主義の社会で、村が最高の社会組織である。狩猟遠征の際に先導者が現れることもある。基本的に、男女平等である。問題や決定は、日の周りの会議で議論され、この際男女平等に議論に参加する。 違反や微罪、暴力があれば、違反者は殴られたり軽蔑されることで罰される。近年では違反者は、森から追い出され個人事主の下で発給、もしくは無給で働かされる。無武器族の生活のすべては森を中心に行われる。彼らは、森は偉大な守護者であり、供給者であり、聖地であると考えている。彼らは時に森を、父や、母と呼ぶ。 ムブティ族の生活に影響を与える重要な儀式は、モリモと表される。族の主要人物の死等の出来事の後には、モリモは森を揺らすほどに創造しく行われる。これは何か悪いことが子供たちに起きたらそれは森が寝ているせいだと考えるためである。多くのムブティ族の儀式の中で、モリモを完了する時間は厳格に定められているわけではなく、 集団の雰囲気によって決められる。各家庭からモリモに捧げる食料が集められ、夜には男性が炎の周りで踊り歌う。女性と子供たちは扉を閉めて家の中にいなければならない。これらの習慣はイギリス人工工学者のコリントアンブルによって研究された。モリモは儀式の間に男性が吹くトランペットの名前でもある。 伝統的にこれは木や竹で作られるが、ターンブルは金属の筒で作ったものもあったと報告している。森もが奏でる音は材料そのものよりも重要と考えられている。使わない時はトランペットは森の木に保存される。儀式の間、トランペットは村の若者が火に投げ入れる。オタベンガは今後ミ主シュ共和国の無ティ族であり、 1904年のミズーリ州のセントルイス万国博覧会に他のアフリカ人と共に人類学的展示として出展された。また、1906年にブロンクス動物園の人間動物園で展示された。ベンガは伝道師のサミュエル・フィリップス・スバーナーによって今後の奴隷商人から解放された後、ミズーリに連れて行かれた。ブロンクス動物園では、 猿山で展示物にされた。20世紀初頭には非西洋人を人類の進化の初期段階として展示するのが一般的であり、人種主義は主に生物進化の概念で議論された。アメリカ中のアフリカ系アメリカ人の新聞は、ベンガの扱いに強く反対した。黒人協会報道官の R.S. マッカーサー博士は、 ニューヨーク市長にベンガを解放するよう請願した。市長はベンガをブルックリンでハワード夕食孤児保護施設を運営するジェームズ・ウェム・ゴードンの保護のもとに解放した。同年ゴードンはベンガをバージニアで世話されるように手配した。ベンガはそこでアメリカ式衣服を買い歯を磨き社会の一員となった。ベンガは英語を教えられ働き始めた。 数年後、第一次世界大戦勃発によって、海上乗客輸送が止まり、彼はアフリカに帰れなくなり失望した。彼は1916年に32歳で自殺をした。ムブティ族の生き方は、様々な理由で脅かされている。今後民主共和国内の彼らの領地は、何の法的保護もなく、 各村が主張する教会は公式には設置されていない。ムブティ族は、大型生物を狩ることも禁じられている。森林破壊や金の採掘、近代的農園、農学者、環境保護の努力によって、彼らの食料供給は脅かされている。国中にも、社会不安がある。ABCDEFGHIJKLMNOPQR、無権限 チャイルモーリー、カルチャーカスタムズ・オブ・ザ・コンゴ、ウエスト・ポート、コネティカット、グリーンウッド・プレス・ハット・エビ・ CD ・イ・ターンブル、コリン・エム・ザ・フォレスト・ピープル、ニューヨーク、サイモン・アンド・シュスター。インク、山内明、タブーの謎を解く、食と性の文化学55ページ ISBN4 から 480056912E、NGO、ソルジャーズ・レーピング・ピッグ・ミーズ。 フランス通信社、ミオンドットコム、httpwww.news24.com、アフリカ、ニュース、NGO ソルジャーズレイピングピッグミズマイナス二2九万9 5 0 9 2 0 1 1年10月6日、閲覧。エブンズ、カール、ザ・メッセンジャー、ザ・ライズ・アンド・フォール・オブ、エリア・ムハンマド、ニューヨーク。 パンテオンブックス、ISBN0 から679から 44260X。ありがとうございます。